2022-23 ヨギボーウィーリーグ第3節、新潟の今季ホーム開幕戦アウェイのマイナビ仙台を迎えました。まずは12分マイナビ仙台です。8番ヤカタ、このシュートです。ワイドにねうまく展開をしながら最後ヤカタ選手が飛び出すと非常にね、はい、いい形だったかなと思います。続いて新潟です。前半15分、道上、右の石淵から武田、こぼれたところ道上です。本当にね道上選手がうまくためを作りながらというね新潟の形出せたんじゃないかと思いますね。続いて32分、こちらも新潟、石淵萌実のシュート、キーパーナイスセーブです。ここはうまくねコントロールで相手ディフェンスをかわしてというようなシーンになりましたけれどもね、惜しかったです。松本真美子を守りました。エンド変わって後半です。47分、新潟です。石淵萌実から13番の加藤を打っていきました。いや今日の試合に関してはね本当にミドルレンジからのシュートの意識というのも非常に高かったと思います。そして48分、新潟、道上、そして白井、左足打っていきます。初出場初先発の白井見せていきました。そして66分、マイナビ仙台です。新加入のブラトビッチ、シュートを打っていきます。いやこれぞね世界基準というようなね本当にこのミドルレンジからのシュートの意識、本当にね彼女の状態というのも上がってきてるなというのを感じさせてくれた、そんな一発だったかなと思いますね。鋭いシュートです。そして89分、先制決勝ゴール、このコーナーキックでしたね、決まったのは。いや89分という時間帯もそうですし、はい、このねピンポイントのクロス、ニアで合わせていった一瀬選手の入り方も非常に素晴らしかったですね。練習でも合わせていたと話していました。新潟とマイナビ仙台、0対1、マイナビ仙台が勝利しました。